毛利慎二は、日本の国土交通官僚。国土交通省土地、建設産業局長、国土交通省総合政策局長、国土交通審議官、国土交通事務次官等を歴任した。退官後、住宅金融支援機構理事長。島根県松江市内中原町生まれ。島根県立松江北高等学校を経て、1981年。 東京大学法学部卒業、建設省入省。1997年建設大臣秘書官、事務取扱い。1999年、建設省大臣官房文書書企画官。2001年国土交通省関東地方整備局立て、政部長。2002年内閣府元府、産業再生機構設立準備室参事官。 2003年国土交通省大臣官房地方課長2004年京都市副市長2007年国土交通省総合政策局不動産業課長2008年国土交通省大臣官房参事官2009年国土交通省大臣官房人事課長2010年国土交通省大臣官房政策評価審議官兼大臣官房秘書室長 2011年国土交通省大臣官房審議官2012年国土交通省大臣官房審議官2013年8月1日国土交通省大臣官房総括審議官2014年1月28日国土交通省土地建設産業局長2015年7月31日国土交通省総合政策局長 2016年6月21日、国土交通審議官。2017年7月7日、国土交通事務次官。2018年7月31日、大官。2019年三井住友信託銀行顧問、全日本不動産協会特別顧問、不動産保障協会特別顧問、日本都市政策研究所顧問。 2020年全日本武道産協会全日未来研究所所長土地総合研究所理事長2021年4月1日住宅金融支援機構理事長ありがとうございます